低所得労働者の皆さん、こんにちは。ちぐりです。皆さん、とんかつ食いたくなることありません？カツ屋とか、前通った時にカツのね、匂い嗅いで、あ、食いたいな、思います。ただ、財布を開けると、お金が入ってない。とんかつ食いたいよな。スーパーに行きますけど、ハムカツ、ありますね。ハムカツ安いじゃんと思いますけど、ハムカツのあのハムって、なんかすんごい謎の合成肉で油もないですよね。ね、ゴムみたいな食感。あれじゃあやっぱし、とんかつとは思えないですよね。ということで今回、皆さんにご紹介するのは、ベーコンを使ったとんかつ、ベーコンカツ。ご紹介しようかなと思います。久しぶりですね。底辺飯。リクエストがあるんでね、ちょっとやらないといけないなということで。早速ね、やっていきましょうか。半分に切ります。そうしましたら、卵、薄力粉がね、ないんで、中力粉ですね。ちょっと、パリパリ感はなくなりますけど、そこまで大きな差にはならないと思います。で、イオンで買って、マイバスケットで買ったソフトパン粉。ちなみに、これ2016年の、山崎パンの春のパン祭りのお皿。これ何年かはわかんないんですけど、これも山崎パンのやつですね。おーし、それじゃあやっていこうかな。あ、フライパン、俺水切ってないから、あれだわ。フライパン水切ってないからさ、すんごい水含んでる。これいいんだっけ？手が汚れるわ。やばい。なもんじゃない？それでですね、普通のまあ、ベーコンカツでもいいんですけど、ちょっとですね、それじゃあ寂しいっていう方もいらっしゃると思います。ということで、
チーズベーコンカツやろうかなっていう。ただこれね、難しいな。こんなもんでしょ、入って入れすぎかな。やばい。これは難しいですよ。やばい。分解してる。皿が失敗だったな、俺。あ、ちょっと待って。つけてなかった。次。あんまりね、欲張りボディだとちょっとね、絶対はみ出しでかなっちゃうんで、こんなもんでいいと思います。で、結局伸びるんでね、これで。やば、ベーコンって筋があるじゃないですか。そこでね、分解しそうになるわ。手入れちゃった俺。あ、これやばい。いや、さあどうなるかね。なんか魚のフライの匂いがする。ええやん、これ今んところなんかいいんじゃないのこれ。あれ、これいいんじゃないの、これ成功したパティーンですよ、これねえ。あ、いいんじゃない、もうこれでもういいんじゃないの、これ成功でしょ、これ。ちょっと待って、これ普通にうまそうなんだけど。ねえ、ちょっとやりづらいわ、切りづらい、カメラがあるんで。ねえ、あ、ちょっと先こっち食べよっか。ちょっとスペースの問題でね、いろいろ大変なんですよ、僕。うまそう。ピントが。うまそう。うまそう、わかんない。うまい。サクサク。いや、音で分かると思うんですけど、めちゃサクサク。あのね、スーパーのハムカツよりも断然脂がうまい。やっぱさ、バラ肉を再現してるのかどうか知らないけど、バラ肉な感じじゃん、ベーコンって。あ、
あのね、安い惣菜の謎の合成肉から比べてね、全然うまいですよ。ただ厚みが薄いから、もしこれやるのであれば2枚重ねた方がいい。なんかね、あの駄菓子屋で売ってる30円のなんだっけ、とんかつ屋さんだっけ、あれみたいな感じにねなっちゃってるんで、2枚重ねてあげた方がいいですね、これ。なんかおやつだわ、これ。おかずにちょっとね、ならない。美味しいっていうか、まあ上出来なんだけど、食べちゃいましたね、結局最後まで。じゃあ、チーズの方。これくらいのがいいね。あの、切りすぎちゃうと。やっぱあの、皆様の Amazon ギフト券で買った包丁、やっぱ切れますね。ということで、ほら、やばい、ちょっと待って、うまくいってるんだけど。ほら、ちょっと、うまくいってるんだけど。いただきます。ほらほら、うまくいっちゃってるんだけど、ちょっといただきますね。うーんまっ、これちょっと、これうまい。あ、全然おかずになる、これ全然おかずになれます、これ。ほらうまくいってるんだけど。あ、全然お米減らせますよ、これ。ちょっとはみ出ちゃった方ですね。ほら、こんな感じ。まあ、ちょっとはみ出てるんだけど、だからあんなもんですよ、やっぱし。チーズ入れるんであれば。うまっ。うんま。もう普通に美味しいわ。これやるんだったら、絶対、ベーコンチーズカツにした方がいい。絶対ベーコンチーズカツにしないとね、さっきの、ハムカツだけ、もう一枚はね、絶対、もうダメよ。スナックであれば30円で買った方がいい。おかずにするのであれば、二枚だとね、二枚でもちょっと、塩気がちょっと飛んじゃうのかな、ベーコンの甘みが飛んじゃうのかな。チーズ入れた方がいい。うん。これね、やるんであれば、ここまで手間かけるのであれば、ベーコンチーズカツですよ。間違いない。うん。うん。大成功。